大木団長。さて、名古屋、そしてその近郊のジャズ大好きな高校生が集まったビッグバンド、2001年にできています。映画スイングガールズ、皆さんも記憶にあると思いますが、上映されてからは名古屋のスイングガールズとも呼ばれています。現在29校から37名が集まっている。大会やディズニーランドでの演奏、地元のお祭り、敬老会、成人式など年に50回ほど出演されています。学校がバラバラで全員が揃うのは至難の業という中で、力をつけるのは大変ですが、部員の熱意と地域の皆さんに支えられ練習に励んでいます。2011年の浅草ジャズコンテストで見事金賞、昨年のジャパンスチューデントジャズフェスティバルでは見事2位を獲得。私たちのジャズへの思い入れをぜひ聞いてくださいということで、さあここからはおなじみです、実力は大きな期待を迎えてください。フリーヒーズジャズオーケストラ。大忙し、興奮せざるを得ない水野リホでした。
ザ・スイミーでした。ソロはテナーサックスもピアノも高校1年生で、テナーサックスは近藤のどか、そしてピアノは大西さとみでした。ところで私たちは年に 4,50 回もの演奏の機会がありますが、そんな活動の様子はホームページやツイッターに載っています。ホームページは FHJO で検索してもらえればすぐ見つかりますし、ツイッターはアットマーク FHJO アンダーバー LHJO で検索していただければすぐに見つかります。 FHJO というのは私たちフリーヒルズジャズオーケストラの頭文字を取ったものです。フリーヒルズというのは自由の丘、自由が丘ということですが、私たちが練習している場所からこの名前は付けられました。ぜひご覧いただきたいと思います。またホームページは苦手だなという方には、これからのステージの予定を書いたものが客席の後ろあちらの方に置いてありますので、お取りになっていただき、ぜひおかけしてくださいね。よろしくお願いします。さて次の曲は士官候補生ハイスクールキャデッツで行ってみたいと思います。運動会でもよく流れる曲ですので、ご存知の方も多いことと思います。それでは士官候補生ハイスクールキャデッツをどうぞ。
8つのビッグバンドが出演する今池ビッグバンドフェスティバルがあります。私たちはラテンステージとディズニーステージとして1時間半の演奏をします。私たちの出番は午後6時20分からです。こちらもチラシが客席の後ろあちらに置いてありますので、お取りになってぜひおいでください。お待ちしています。さて、次の曲はアルトサックス高校1年生足立梨花をフィーチャーしてバラッド・フォー・ア・ラフイヤーで行ってみたいと思います。高校1年生のアルトサックスの音色をお聴きください。それではどうぞ。Thank you.
バラッド・フォー・ラフィーヤーでした。アルトサックスのソロは背が高くて高校1年生に見えない。そしてアルトサックスの音色も高校1年生には見えないほどの足立梨子でした。さてクリーンヒルズジャズオーケストラ、次の曲で最後の曲となってしまいましたが、ここで一つお知らせをさせてください。私たちは毎年3月にリサイタルをしてきましたが、最高の演奏ができるのは大会に向けて頑張っている時だということで、今回は9月23日水曜日秋分の日に中法人会の応援を得て行うことになりました。そしてゲストには東京を中心に全国でご活躍中のアルトサックス奏者吉野美雪さんをお迎えします。きっと楽しい演奏会に、そして最高の演奏会になることと思います。今回は入場は無料ですが、毎回満席になりますので整理券が必要です。客席の後ろあちらにチラシが置いてありますので、お取りいただき、そのチラシの裏に必要事項を記入してファックスすると整理券が送られてきます。チラシ1枚で4人まで整理券が送られてきます。ぜひ早めにお申し込みいただき、ご来場いただきたいと思います。お待ちしています。さて本日締めくくりの曲は、暑い夏の太陽にふさわしいサンライズレディーで行ってみたいと思います。最後の曲ですので、先にソロの紹介をしておきます。テナーサックス高校1年生水野里穂、そしてトランペット高校2年生宮田晴美、トロンボーンは私高校3年生竹本未来、バリトンサックスは高校3年生稲垣あかり。本日は名古屋高校生ビッグバンドクリーンヒルズジャズオーケストラの演奏をお聴きいただきありがとうございました。ご案内役は受験勉強のため本日で休部することになりました高校3年生竹本未来でした。今まで6年間応援ありがとうございました。このフリーヒルズで学んだことは忘れずに、これからも頑張っていきたいと思います。これからもフリーヒルズをよろしくお願いします。それではありがとうございます。それではサンライズレディーをどうぞ。
さあどうぞもう一度大きな拍手を、フリーヒルズジャズオーケストラ。